FC ママリのもじゃもじゃっかないのわちゃわちゃレイディオ始まりました。この番組は FC ママリスタッフの金井良一がパーソナリティを務め、 FC ママリに関する情報を中心にさまざまな角度からお送りするわちゃわちゃな番組になっております。前回は FC ママリレディースのチームから背番号14番の鈴木純奈選手、背番号20番浜口千夏選手に出ていただきました。彼女たち2人とも新加入選手というところで、一度昔ね、愛媛 FC の方で一度同じチームでプレーした仲間ということで、まあ、その時から仲良くて、まあ、お互い切磋琢磨して助け合った生活を振り返っていただいたのと、まあ、再びこうやって成長して同じチームで仕事ができるというところで、なんかすごい感慨深い話も含めて、感想などをたくさんざっくばらんに話していただきました。収録前正直どうなるかなと思ってましたが、いい感じで進みましたので、ぜひ皆さん選手の素顔を見てほしいなと思っております。前回の放送聞かれてない方はラジコでも聞けたりしますので、ぜひご確認ください。さて今回もゲストをお招きし、わちゃわちゃ進めていきます。今回は FC 周りパートナー企業の方にご参加いただいての、情報をお届けします。本日は明治安田生命松山支社今治営業部営業部長水沼さん、お願いします。今泥沼って言いました。泥沼、まあ、泥水吸ってきたんですかね。水沼です。水沼さんですね。水沼さん今日はよろしくお願いします。もう一方、松山支社 J リーグクラブ担当の山口さん、お願いします。はい、福岡県出身の山口と言います。紛らわしくてすいません。いやいやいや、全然紛らわしくないんですけど、今日はこのお二人にお越しいただいての、お願いします。いろんな情報をわちゃわちゃ進めていきたいなというふうに思ってます。FC ママリ、まあ、明治安田生命さん、2024シーズンで、まあ、J リーグパートナー10周年ということで、はい、山口さん、どんな、まあ、10年目ということで、どんな感想というか思いと、まあ、今後の話も含めて今日いろいろ聞いていきたいんですけど、はい、会社の思いを代弁しますね。お、すごい、全部背負ってる。だいぶ背負ってるよ。はい、僕愛媛県4年目なので、はい、はい、今治さんもちょうど J3 昇格1年目、はいはい、ただしコロナっていうところからそうですね関わらせてもらって、ね、はい、いろいろ勉強になっていますと。でタイトルパートナー10周年のシーズンが24シーズンでこれから始まりますと、はい、で遡ると2015年から J1-2-3 のタイトルパートナーになってますが、はい、僕の記憶では2014年のシーズンに J3 のトップパートナー、はいはい、タイトルパートナーになったところから始まってるっていうふうに記憶してて、きっかけは今もそうなんですけど、J リーグ、J クラブって、はい、全国に点在してるじゃないですか、はいはい、プロ野球と違って、はい、でその頃から僕らの会社、まあ、明治安田生命 も地方を創生、はい、地域貢献の考え方が、はい、始まってましたから、うん、まあ、その地域貢献、地域に根ざしてっていうところが会社の思いと J リーグさんの思いが合致したっていうところで、うん、じゃあっていうことでスポーツは J リーグに決めたと、はいはい、そんな経緯で始まったっていうふうに、聞いています。それが積み重なって、J リーグタイトルパートナー10年目ということになりました、はい、4年ごとワールドカップごとに契約を更新しているようなんですよね。はいはいはい、はい、でこの間もう2年前ですかね、ワールドカップ、はい、でまた今更新している最終の10年目となりましたが、たまたま昨シーズンは J リーグさんが30周年、はい、あ、そうですね、っていうことの盛り上がりもありましたし、はい、今度は僕らが、はい、タイトルパートナー10周年で合わせて会社も、この1月に明治安田生命にくっついてから20年を迎えたという節目になりますから、はいはい、今までよりももっと力を入れて頑張っていきたい、そんな形に今なっています。なるほど、だいぶ全部語ってもらったの。いやいやいや、まだ真面目な話で、真面目な話でね、ありがとうございます。代弁してるわけですからね。ざっくり言うと、はい、ボスがいますから。あ、じゃあ泥沼さんからもちょっとあ、水沼さんからも10年目ということで、はい、はい、で今治ね、はい、FC 今治を応援してるっていうことなんですけども、はい、当社の方は今治市と FC 今治と明治安田生命3社連携協定っていうのを結ばせていただいてて、はい、まあ
里山スタジアムを、まあ、365日にぎわせるっていう、はい、あのミッションっていうのもあるんで、うん、で今年ちょっと取り組んでることっていうのをちょっとご紹介させていただければなと思うんですけども、はい、あ、私あのまあいろいろあの全国転勤してて、はいはいはい、やっぱりいろんな J リーグとあの関わってきたんですけども、やっぱり強いチームって、はい、あの飲食店とかで試合終わった後、はいはい、ものすごい大盛り上がりしてて、うん、もうあのあ今日のあのプレーと、はいはい、あの選手の活躍がすごかったねとかっていうのが盛り上がってるんですよね、はいはいはい、で FC 今治っていうか今治の、うん、あの地でも、はい、ぜひそういうのを実現したいなと思ってですね、うん、なるほど、まあ、今あの明治安田生命であの、はい、地元の一押しグルメ選手権っていうのをちょっとやってるんですけど、はい、でそれはお客様からあのここが美味しいとかっていうのを紹介いただいてるんですけども、はいはい、それによって、まあ、グルメマップっていうのを、なるほど、明治安田生命が作るんですけど、はい、まあ、あのそれを、まあ、あの起点として、まあ私どもで何ができるのかなとかって言ったところで言うと、まあ、タイトルスポンサーもしてるんで、はい、まあ、飲食店に、うんうん、まあ、あのできるだけ多く の、 あのチケット、そういうのを、まあ、ご提供させていただきながら、はいはい、で新しい FC 今治のファンが一人でも増えていっていただければなという願いでやってます。まあ、本当あのサッカー好きな人 の、 あの会話の中でお酒を飲みながら盛り上がっていくと、はいはい、その中の輪に入りたいとかっていう、ね、若い人だとか、うん、年齢か関係なくそういうのが実現できるのかなとかって思って、はい、今年はそういうのをやっていきたいなと思います。なるほど、もう三者協定がもう FC 周りの人間ですね、それで言うとね、まあ、僕らもだっていろんな新しい顧客といいますか、はい、ファンを増やしたいところもありますし、はい、もうその動きをあの明治安田生命さんがやってくれてるっていう感じですね。もうあの J リーグのあのタイトルパートナーになってから、はい、うちの会社はですね、はい、もう J リーグと共にというところで邁進しておりますんで、うん、え、水野さんはそのいろいろ転勤されてきたということで、はい、なんかここのクラブの こういうとこ良かったみたいなって、僕らはまだまだこう新参者なんで J リーグ上がってから何をおっしゃいます、まあ、いやいやもう20年いやでも本当え FC 周りのファンっていうのもすごくあのパワーがあって、うんうん、ただ歴史がやっぱりないって言うと、私がそんなあの偉そうに言うあれじゃないですけども、そういうやっぱりこれからっていうところもあるんで、本当にあの詳しい人だとか、はい、やっぱ熱心なファンの人が新しい人と関わる場所、はい、うんうん、なるほど、これスタジアムだけじゃなくてやっぱり食べたり、はい、飲んだり騒いだりするところで、はい、まあ、コロナの時なかなかできなかったじゃないですか、そうですね、そうです、そういうのを実現できればなっていうのが大事なんですけどもね。大事なんですよね、はい、そうですよ。山口さん、その今このグルメの話ありましたけども、はい、他、まあ、J リーグとしてもそうですし、あのいろんな活動をされてると思います。その、はい、今回は今水沼さんからはそのグルメの話をいただきましたけども、はい、いろんなイベントもされてますよね、はい、何しゃべりましょう、何行きましょうか、クラブさんとやってる話でいいですか、それ行きましょう、どうぞ。いや、はい、途中あの水野部長も言いましたけど、はい、まあ、金井さんからも、はい、FC 今治のことやってくれてるんだっていうのは、はい、あの僕らは逆もやってると思ってて、なるほど、あの僕らの営業職員、はい、マイリンクコーディネーターっていうんですけど、はい、のお客様をスタジアムに呼びますよ、なるほど、で、逆に、僕らも従業員も応援に行ってお客さんも呼ぶけど、はい、スタジアムの現地で僕らの知らないお客様とも出会えるっていうところが相乗効果だと思ったから、はいはい、今の一押しグルメ選手権にあたっても、うん、当然その今すでに、今治のサポの方も積極的に関わってくれる、もっと広がりがあると思いますので、一つのきっかけとして、はい、今治ではあの熱い応援を飲食店でやりたい、うんみたいなことは今年取り組めるかなという説明でした、うん、で通年でこのところをやってるのは、はい、一つはマッチデー、マッチデー、はい、はい、シーズンのどこかの試合を、はい、明治安田生命マッチデーと、うん、いうふうに決めてもらって、はい、まあ、現地で、人に健康を、はい、
町に元気 を、ってやってますから、あの町でのスタジアムでは健康活動、健活ブースって言って、ね、健康測定会を、はい、あの抽選会とともにやらせてもらってます。でもう一つ、あの町ではあの毎年恒例のイベント、はい、ちょっと後で、部長から語ってもらいますけど、はい、をやってる、はい、それが一つ。あとは小学生サッカー教室、そうですね、あのやらせてもらってます、はい、あとは J リーグウォーキング、これもね、はい、アースランドから歩きましたね。そうですね、はい、あのこれも僕来た最初の年はコロナもあったのでと、はい、いうことで今治さんではやらなかったんですけど、3年前かな、はいはい、にアースランドから、うん、当時は夢スタまでっていうコースを一緒にちょっと考えて、はい、歩こうよと、はい、いうふうに始めさせてもらって、うん、であの昨年か、はい、ワー里山スタジアムがゴールと、はい、いうことで、3年やらせてもらっています、まあ、地域の方とか僕らもあのお客さん呼んだりとか、はいはい、当然あのクラブさんの配慮で、うん、その後の試合も応援しようぜっていう流れにしてもらってますんで、うんうん、あの公式ホームページからの応募も、うんはいはい、あのいただきながら、ね、あのみんなと一緒に、うん、あの歩くという健康活動、まあ、ざっくり言うとあの通年でこんなことを、はいはい、あの明治安田やらせてもらっています。マッチでの話はやっぱりあの水沼さんから話してもらった方がいいですね。だってもうここ1年、はい、2年は、はいはい、彼の仕掛けですから。今年も引き続きだと思いますが、はい、どういう、マッチデーで その水沼さん推しのあのマッチデーで、はいはい、やっぱりあのいつも来ていただいてる、うん、あのファンの皆様に対して、はいはい、あのイケメン、うんまあ、イケメングランプリっていうのをやってるんですね、はいはいはい、であのまあ自分のこう推しの選手を、はい、に、まあ、シールを貼ってもらって、はいはい、で毎年ですね、うん、あの順位がついてっていうところで、うんまあ、選手のモチベーションにもね、はいはい、なってもらえればなというところでやってるんですけども、はいはい、私が来て、まあ、今年、3年目になるんですけども、うんまあ、毎年楽しみにして来てくれてる方が多いん で、ね、ぜひあの明治安田生命のですね、はい、マッチデーの時に、はいまあ、誰を、うんおすかっていうのをですね、うん、あの楽しみにですね確かに集まってきていただければなと思います、はい、これなんかあれですか、こう僕たちのスタジアムって平均大体去年3700人ぐらい入ってくれたんですけど、その回答率って結構多いですか？ざっくり覚えてます？シール何個貼ってあったかみたいな、もうあのかもうかなり、まあ、ほとんどの方が参加していただいてみたいな形 で、多分本当にあの選手のことを応援してくれてる方がほとんどなんだなっていうのが本当にありがたいっていうところで、まあ、選手を、応援しながら、はいはいまあ、あの健康にも、うんうん、あの留意できるという、 そうですね、素晴らしいイベントになってます、まあ、確かにもう推しメンはね、あの、まあ、チームを応援するってこともファンサポーターの人はやってくれてますけど、はい、この選手が好きとか、はい、いいなっていうのは多分皆さん思ってるから、でそれに参加すると何ですかね、あの商品とかグッズがちょっとたまに当たったりするわけですよね。であの FC 今治さんの ご協力もあって、はい、サイン入りのグッズがたくさん入ってて、はいはい、あのそれは本当楽しみに、うん、あの集まってくれるっていうのもあのすごい好評になってるかなと思いますんで、なるほど、今年もちょっとマッチで決まってないですけど、はい、また決まったら、まあ、会社からもいろんなリリース案内していく中で今年も推しメンをやってくれるということですね、はい、楽しみにしてください。もういや楽しみにしてると思います、みんなもね、はい、去年はあのグッズをグッズの数を予算あの水まず考えて、はい、あの増やしたんですよ。増やした。で、はい、それをあの選手のサインなんかが非常にグラブさんも協力的で、はい、全部書いてくれたんですよ、はい、全選手だと、はい、それが良かったですね。 ありがたかったです。なるほど、また藤の星島が、はい、そうですね、はい、大活躍で、大活躍で、もう選手もあのぜひ協力お願いします、うん、この今いろんなマッチデーの時も、はい、いわゆるこう支持者の方々がたくさんサポートいただいて、本当にあのブースもたくさんの人でこう盛り上げていただいている印象があって、なおかつそのマッチデーの時には
その支社の人たちのお客様とかもたくさん試合に呼んでいただいて、はい、その日をたくさん盛り上げていただいているかなと思ってるんですけど、できるだけ ありがとうございますありがとうございます。これやっぱりあれですか、その支社で働いているお客様といいますか、その働いている方々プラスいわゆるこうそれにつながっているお客さん来ると、やっぱり去年も大体どれぐらいお越しいただいたんですかね。大体あの里山そんなに力ないですよ僕らは。いやいやいや、それでも、200名以上ですね、うんうん、すごい300いかなかったかもしれませんが、これ各 J リーグで多分そういう動きされてると思うんですけども、はい、今治、まあ、愛媛県としてはそのどれぐらいのこうなんて順位というか盛り上がりっていうのは、あの数でいうと当然 J1-2-3 のカテゴリーのスタジアムの収容人員全然違うじゃないですか、はいはい、だから率で、うんうん、言うとその感染率っていうんですかね、はいはい、あのそれでいくとうちの会社には全国100支社ありますけど、はいはい、すごい、あのうちの支社は松山支社は、はい、トップ20には必ず入ってます。それぐらい、冒頭の、はい、タイトルパートナー10年の歩みの中で、うんうん、あの従業員それからお客様への応援熱、はい、広がったかなみたいな感じですかね。すごいですね。でも100、まあ、率ですけど、まあね、まあ、首都圏に行けば行くほどそのパイが大きいからそりゃそうなんですけど、そうですね、はい、まあ、僕たちのスタジアムも、まあ、箱の大きさはそんな大きくないけども収容率にしたら多分上位5チームの中に入ってるぐらいの、お客さんに来てもらってるんで、だからだから今シーズンは、今シーズンはもう J2 昇格、はい、目指していただいて、そうですね、席を倍増してもらって、はい、そうですね、そうなったら そういうのがあるわけですもんね。いっぱい呼べますから、いっぱい呼べますからね。いやでもありがたいですね、たくさんの人にお越しいただいての、マッチで、そしていろんなイベント、グルメもそうだし、まあ、ウォーキング、そしてスクール業と、はい、なんか今後 FC 周りとこんなことやっていきたいみたいなってありますか。ありますもう本当あの今年が目標にしてるのは、まあ、あの飲食店だとかそういったところでみんなで盛り上がれる、うん、あの雰囲気も、はい、あの FC 周りさんとも協力してやっていければなとかって思ってますんで、うん、ありがとうございます。今日本当ね、あの今日の収録日は14日2月14日で放送日は16日と、今日あの今回明治安田生命にお越しいただいたのは、まあ、やっぱり開幕がもう近づいていて、はい、ここであのやはりこうタイトルパートナーやっていただいている明治安田生命さんにお越しいただくのがいいのかっていうところでお越しいただきました。もうちょっと時間なんですけども、はい、最後にあのお二人からメッセージいただいて締めたいと思いますので、水沼さんからまずは。はい、あの一人でも多く里山スタジアムですね、集まってみんなで楽しく応援盛り上げていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。山口さんも、はい、はい、会社がですね、明治安田生命から明治安田へ、生命が取れるというブランド通称に変わります。これは生命保険会社の役割を超えて、いろんなことに取り組んでいくという決意が込められています。FC まばりしっかりあの応援していきますので、みんなであの昇格を目指して、取り組んでいきましょう。ありがとうございます。今シーズンも引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いしま す。本日のゲスト、明治安田生命から水沼さんと山口さんにお越しいただきました。ありがとうございました。お騒がせしました。ありがとうございました。突っ込むのはさ、反省点みたいな、飲めないっていうのをちゃんと突っ込めって言ったよ。俺が散々飲食店で、散々飲食店で、散々飲食店で、反省が、それ言ってください。なんで挨拶してんの。大丈夫、今 YouTube で回ってますから、これも反省会ですけど、どこですか。メモするの忘れてました。飲食店で修正してみましょう。部長いっぱい言ってるけど、部長いっぱいも飲めないじゃないですか。あ、なるほど。メモするの忘れてました。飲めないですか。飲めないです。すごい、お前ちょっと面白いよ。宮口さん飲めるんですか。飲みます。みんな聞いてる人間がお前飲めないのに、これも聞いてるんで、皆さんが本当そこがやった。はい、目をするの忘れてあの何か忘れてると飲めないのに飲食店それだけ忘れとったの。いやいや、含まないと、これも含めてもう乗ってますんで、そこは正解じゃない。これラジオとかって、そういうこうメディアに出たりとかって、普段なんかそういうのってされたり
あるんですか？出演ってほとんどないですよね。あ、まあでもそのテレビはもう棒読みで終わっちゃいますから、はい、あのテレビに出たことありますけど、はいはいはい、そうですか。あるよそれ、あのなんかもう決まった言葉しか喋れない、あの PR、 もうだってもうなんちゅうの、あの候補かなんか金で買ってきた枠があるやん。なるほどなるほど。こんなに喋れたのは初めてですね、はい、あ、本当ですか、ね、まだちょっとあの引き続きいろんな取り組みを僕たちもやっていきたいですし、また御社と一緒にいろんな活動を踏んできたら、うん、泥沼で覚えたでしょ、泥沼さんって思いましたじゃあ改めましてあのちょっと最後に泥沼さんと山口さんに、あ、水沼さんと山口さんにお越しいただいてということで、改めてありがとうございました、はい、ということで手を振って締めということでありがとうございました。